キャスト。さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週も砂鉄道書店特別編ということで先週に引き続きまして創刊30周年を迎えました選書めちえ特集をお送りします。そして今週もですね講談社学芸第三出版部の梶真一郎さんにお越しいただいております。梶さん今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、先週ですね、まあ、その選書めちえ30周年ということで、まあ、選書と新書の住み分けはあるんですか、いやないですねみたいな話をねまあ編集者の思った通りに出していったらまあなんとなくそういうラインができてくるんだよみたいな話をされましたけれども、まあ、この30周年ということで講談社選書めちえがどういうことをやってらっしゃるかというとこの地中海世界の歴史というのがこの30周年記念企画だということなんですけれどもこの企画をまあその梶さんが担当されているということなんですがそもそもこの企画はどういうふうに立ち上がったということなんでしょうかね。あこれはですね、30周年だから何かやろうとこっちから企画を持ちかけたというわけじゃなくて、うん、この本村良二さんという方は、まあ、東大 の, あの名誉教授ですけど、はい、こういう地中海世界の歴史って長い大企画を書きたいというのは前から願望があって、その話だけは前から聞いてたんですよね、うん、で実は10年ぐらい前にも1回相談を受けて、で会社で提案したらそんな長い企画でまだ原稿がなくて出るかどうか分からないのにやってられるかって会社で1回、まあ、ボツになってるんですよね。で本村さんも あちこち出版社に相談したんだけどやっぱり通んなくて、うん、でそういうことなら俺ちょっと書くよって本村さんがね最初の3巻分ぐらいも原稿書いて持ってきたんですよ、その企画が通る前に通ってないけど10年ぐらいだったところで持ってきて、でそうするとこっちもあ先生本気だったんですね本気だったんですねって書くんですね本当に3冊分本を、ね、出版予定なくある程度書くっていうのは大変なことですよね。決まってない状態で書いて持ってきたんで、いや本村先生どうも本気なんですよって、でこの調子でこう書くからこういうスケジュールで出せますって、スケジュールが作れる形になったんで、でそこにちょうど選書めちえの30周年で何かいい企画ないかななんて、私も編集長からこう圧力かけられたんでそこにちょうど閉めたみたいな、もう3冊分できてますよとできてるからもういけますよみたいな、それでやり始めて、まあこういうことになったという感じなんですよね。これまあ今手元のパンフレットというかチラシを見てますともう全8巻という想定されてますけれども、これはまあ当然その最初に3巻書いてきたということは、まあ、1冊分だけではなくてこの規模感でやるってことが最初から想定されてらしたってこと。そういうことです。その時に 8冊分のテーマが決まってて、でその形で持ってこられたということです。まあ、この地中海世界とかですね地中海文明というふうに言われてパッとああいうことだこういうことだというふうになかなか定義ができないという方も多いと思うんですが、この地中海世界地中海文明っていうのは、まあ、定義をするとというか、まあ、範囲としてはどういうことになるんでしょうかね。そこなんですけどやっぱりね地中海世界っていうと普通はベネチアとかなんか十字軍とか、そういうことを考えるんだけど、そうですね、そっちの中世に入る以前のやっぱ本村先生古代史の専門家で、要するにここで言ってる地中海世界っていうのは文明の始まりからローマ帝国の解体までって、古代史なんですよね、はい、それは一応歴史的にはその時代の地中海を囲んだ広い範囲を地中海世界と、歴史用語としてそういうってことですよね。だからもう時期にすると4000年間分っていうローマ帝国滅亡までの4000年間の古代文明史ですよね、じゃあもう最初はメソポタミアエジプト文明から始まり、そしてローマ帝国に行くということなんですね、まあ、これ、まあ、全8巻ということでもう誰もが手に取りやすい企画ですよということではさすがにないとは思うんですけれどもまあそれでもまあ、こういった選書めちえのシリーズで入って読んでもらいたいということであるとすると、まあ、こういう着眼点から読んでほしいなと、まあ、いろんな着眼点あると思いますけど梶さんの中でこれまでこう読んでいてこういう点かなというふうに感じているところってのはありますかね。やっぱりねこれ、まあ、本村さんが本の中でもお書きになってるけど、結局人間の歴史って5000年ぐらい記録が残ってるうちあるんだけどそのうちの8割ぐらいは古代だってことですよね。まあ、そうですよね。でその8割ぐらいの古代の中から出来上がったものを我々なんか今なんか使い回してるっていう、で文明の転換期じゃないかなんて今言うけど、文明の転換期なんて
誰も見たことないし、うん、そうするとその4000年の中にどんなことがあったのってことを見ていく以外にちょっと想像しようがないねみたいな、うん、そういうことなんですよね、うん、でそういう中でやっぱり古代史ってものを見ていくっていう、うん、でそうすると案外人間って変わってないところも多いけど昔の人ってやっぱり今の人と全然考え方と全然違ったんですねってことも、うん、まあ出てくるっていうそんなようなことが面白いところだと思うんですね、うん、例えば神様ってもどう考えるかっていうことで、はいはい、だから今宗教とか神っていうとキリスト教とかそういう一人の神様がいてすごいあのみんなで崇拝するんだけども、うん、まあこの本読んでるとそういうことになったのってのは結構歴史的には最近のことで、うん、それ以前はまあ神々の世界ですよね、はい、いろんな神様が雑多にこうあちこちにいて、うん、っていう中でその声をあちこちでその場その場で声を聞き取りながらやっていたと、うん、それを文字に記すことも知らずにやってきた時代がすごく長いっていう、うん、でその辺からその神と人間の関係みたいなことが変わることで文明が変わってくるんだっていうのが、まあ、特にこのシリーズでの一つの視点なんで、うん、その辺をその見ていただけれたらなっていう。だからあんまりそのよくある世界史の教科書みたいに人名とか年号とかはあんまり出てこない本なんですよね、うん、まさにこの第一巻がね神々のささやく世界という、ね、まあ、タイトルになってますけど、いわゆるこう神がある特定の宗教として何か崇拝されるということではなく、はい、まさにこの方々でささやいていたというところからも始まる、はい、そういうことですね、わけですもんね。まあ、こういうこうシリーズものっていうのはこの出版の世界でたくさんありますけれども、やっぱり書き手が何人もいて、この先生書いて次はこの先生書いて、それをこう全体的に編纂する方がいるみたいなのがまあシリーズですけど、今回これをお一人で全部書かれていて、そしてまあ梶さんがお一人で担当されていると、僕もかつて編集者だった身としては、あるいは核がある人間としては、こんなに恐ろしい企画もないなというふうに思うんですけど、このまあ、全巻完結まで18ヶ月ということですけど、これは担当編集者としてこれは大変だなとか、まあ、醍醐味もあるでしょうけどね。まあそうですね、あの醍醐味はありますよね。でいろんな先生にたくさん分担執筆でお願いすると、それだけいろんな方と付き合わなきゃいけないから、それはそれで大変なんですよ、ね、そういうのもやったけど、ね、あの大変なんですよ。あれで大変そうですよね。一人の方だと、うん、もうその方のその時の手元の忙しさも分かるんで、うん、無理言ってもできないことは分かるし、まあそうですよね、このゲラ見てくださいって今無理って言われれば、まあ無理でしょうねみたいな、うん、でそういう意味ではね、あの考えることはそんな複雑じゃないんですよね、うん、そういう意味ではあのむしろ内容に集中して話仕事ができるっていうか、うん、そういうことはありますよね。でもこのやっぱりお一人の筆でこう4000年を生き切るっていうのは、ね、凄まじい企画ですよね。もうやっぱり先生はそこはだいぶ期するところがあったというか、うん、専門外のことまで書かなきゃいけないんで、それは本当にこれで筆が足りてんのかっていうようなことは教え子にちょっと意見を聞きながらやったりする場面もあるみたいですよね。もうこのシリーズも現在は今のところは4巻までっていうことですかね、はいはい、1月に第5巻が出るということですけど、これはもう期間の中でも結構重版が重ねてるというのも記事で読みましたけれども、ね、はい、やっぱり届くべき人に届いてるなという感覚はありますかね。そうですね、やっぱり割とあの思ったより最初のこう反応というか、うん、待ってましたみたいな感覚が結構いただいたんで、うん、あ、心配したよりあのちゃんと見てもらえてるなっていう感じがしてますね、うん、これ来年の2025年10月に、まあ、第8巻が出て完結という予定ですけど、はいはい、大丈夫そうですかね、これはね、うん、あの今の調子でいけば大丈夫だと思ってるんですけど、まあやっぱりね、あの大変、まあちょっとまだ原稿残ってるんで、これはなかなか原稿残ってるとやっぱりそうですよ ね、大丈夫ですとはなかなか元気よくは言えないというなかなか8巻最後のあたりなんてのは、うん、先生自身も、うん、あの取り組むのが初めてのテーマだったりするので、うん、はいはいはい、あの楽しみだけど大変だよなんて言ってましたね。そうですね、壮大な企画のある意味壮大さが最後クライマックスに向かってより分厚くなってくるわけですもんね、はい、そういうことですよね、うん、いやこれは本当に無事完結することを祈っておりますけれども、お願いします。この講談社選書メチエではですね、創刊30周年の講談社選書メチエ×東京堂書店特別フェアというのを開催しているということで、地に喜び技を味わうというタイトルで
場所はですね、神保町のすずらん通りにある東京堂書店で12月11日から開催をしているということでございます。選書メチエの人気書籍を集めたフェアで、本日ご紹介しました地中海世界の歴史も置いてあります。ぜひ足を運んでみてください。ということで今週はこのあたりでございます。今日はですね、本村良二さんの地中海世界の歴史を紹介しました。梶さん、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。